おはようございます。初心者のための沖縄空手講師佐野一郎です。今日も早速空手の稽古に行きたいと思います。最近空手の動きを使った護身術ということでお伝えします。特にね、その中でも最近この捕まった腕を、ね外すとかそういったことをメインにお伝えしているわけですが、今日もそれに関わるお話、腕を捕まった時に、今回は外すというよりも攻撃に行くというね、外して逃げるということを今までメインでお伝えしましたが、今度は、捕まっているという不利な状態から自分が逆に捕まえて有利な状態に変えるという方法をお伝えしたいと思います。まず今回の想定としては腕を捕まれている状態、相手がねこう捕まえて前ている状態、自分の腕をこうです。なのでこの練習誰か一緒にやってもらってください。一緒にやってもらった方が分かりやすいと思います。ただしいつも言ってます、誰か一緒に手伝ってもらうときは絶対に怪我をさせないように細心の注意を払ってください。こういった技を覚えたてのとき、覚えようとしているときってどうしてもね早く自分の身につけたいと思うので、もう早くパパパッと動いてしまおうとか早くできるようにしようとかね、自分のものにしようとそこばっかり焦ってしまって人に怪我をさせてしまう可能性がある。なので絶対に焦らないこと、ゆっくりした動きでしっかりした動きというのを身につければ自然とできるようになりますので、練習相手を立てるというのはしっかりと相手をイメージする、相手の体の仕組みを理解する、この状態の時相手の体がどうなっているのか、どこにあるのか、そこをしっかり認識する、そのために一緒に練習をしてもらうわけです。なので絶対に怪我をさせないぞということを、心の中で、しっかり誓った上でやってください。で、さもないとね、下手したら大怪我させてしまうので気をつけてください。あ、で、ごめんなさい、話戻しますね。じゃあ腕を捕まってます。今回はこういった手の動き、五十流の動きでねよくあるんですよ、こういったすくい受けとかっていう言い方をするんですけどね、こういった手首の使い方をよくします。これをちょっと応用させた動きです。腕を掴まれました、こういう動き方、ね、内側から外側に手首を返す、内側から外側に手首を返す、そして相手の手首を掴まれる、要は捕まった状態なのに手首の返しで今度は自分が捕まえる側になるわけです。捕まった状態、そこから自分の手首を返して捕まえる状態になる。なのでね、攻防が入れ替わるわけです。捕まってる不利な状態から自分が捕まえてる有利な状態に切り替えるわけです。腕を掴む、あ、じゃあまずここまでやりましょうかね。捕まった状態から腕を掴む、両方できるようにするといいですね。捕まった状態、腕を掴む、捕まった状態から掴む。じゃあこの続きいきましょう。捕まった状態から腕を掴む、腕を掴むわけなんですが、腕を掴みながら前に進んでこの腕を引きながら肘を当てる。この時の肘、相手のねこの手を引きながら相手がこう前にのけぞってきた状態の顎に入れるでもいいですし、懐に入りながら溝落ちに入れるでもいいですし、その辺はね、練習相手のこの体勢を見ながらどっちの方がやりやすいのかなとかね、どっちの方が当てやすいかな、自分の体の動きとしてやりやすいかな、それ探りながらやってください。なのでね、技を早く決めようとしてね、パーンと本当に相手の顎に肘を当ててしまって大怪我させてしまうとか、それだけは絶対に防いでください。なので必ずゆっくり体の仕組みを覚える、引きながらやったらどうなのかな、どれくらい相手のことを引っ張れるのかなとかね、どれくらい相手の体勢は崩れるのかなとかね、この引き方かな、この引き方かなとかね、自分の引き方、体の寄せ方、そういったものを研究してください。そのために練習相手を立てると、ゆっくりやると、いろんなね体の微妙な使い方で、微妙な体重の乗せ方、微妙なこう前の進み方、それでね自分の技というのがまた変わってくると思うので試してみてください。おさらいしますよ。捕まった腕、自分が捕まえて前に進みながらこの手引くんですよ、引きながら肘を当てる。逆も言ってみましょうか。捕まった状態から自分が捕まえる状態になりながらこの手を引いて近づいてきた相手、自分も近づいている状態で肘を当てる。2、3回一緒に行ってみましょうか。捕まえて進みながら肘、分かりやすいように最初片方だけ行きましょう。捕まえて前に出て肘、捕まえて前に出て肘、この手を相手の手を引きながらというのを意識してください。相手の手を捕まえて捕
まった状態から自分が捕まえる状態に切り替わって肘を育てる。逆いきましょう。捕まった状態から自分が捕まえる状態に変わって肘、この手引きながらですよ。捕まった状態から相手の手を引きながら、はい、捕まった状態から相手の手を掴む、引きながら、手を引きながら相手に寄りながら肘、何度も何度もやってみてください。とにかくゆっくり丁寧に、そうすれば自然と体が動くようになってきます。体の仕組み、ね、自分の手首の使い方もそう、手の引き方もそう、肘の当て方もそう、体の仕組みが分かってくると動きが自分のものになってきますので、焦って早くやろうとしないこと、それだけは守って練習してください。今回は以上です。ありがとうございました。